どうも、チャクバスです。今私は、インチョン国際空港にいて、本日はね、こちらアシアナラウンジを紹介させていただこうと思います。ちょっとね、短い動画になってしまうかもしれないんですけども、もしね、このインチョン国際空港来られる方はね、ぜひアシアナラウンジ、スタイアランスゴールドで利用できるラウンジとなっておりますので、よかったらね、こちら使ってみてはいかがでしょうか。それでは行きます。これ知ってますか、皆さん。これビールが告げるってやつですね。ビールなの。グラスを入れて、でスタートです。それではラウンジ入ってきました。こんな感じでいただきました。もうね、ちょっとお腹がそんな空いてないんで、今回は軽くいただきます。いただきます。お水、お肉、すごい美味しい。サラダに植えるんですよね。このソースなんですけど、マヨネーズとなんか混ざってる感じですね。マヨネーズだけじゃないんですよ。何なんだろう。ちょっとほのかに甘いです。チキン、これも甘辛くてめちゃくちゃうまいっす。何なんだろうこれ。食べますね、この感じ。外カリカリなんですけど、中がしっとりしててとっても美味しいです。で、このランチはね、カップラーメンとかもあったりして、
辛ラーメンでしたっけ、合ってるのかな、辛いやつですね、スーパーとかにも売ってるようなも食べることができます。ちょっとお腹が空いてたらね、私も食べたかったんですけど、残念ながら全然お腹が空いてないんで、次回ってことで。このお水もさりげなくどってのお水なんですね、美味しい。それではね、サクッと食べたんでラウンジ出たいと思います。それではね、ラウンジ出ました、食事、アルコール、シャワー、基本的に全部揃っていてね、とてもいいラウンジでした。特にね、食事とても美味しかったので、もしここ来る方はね、利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。